パーカー、その制服、超小顔腕長お兄ちゃん登場。おはよう。イケボだな。行ってきまーす。何これ、もしかして一緒に行くの？あ、星宮くん。あ、これ宮野が声優してるやつじゃない？一番好きなんだよね、声優で。肩幅、肩幅。何見てるんだろう、星宮くんっていつも一人だな。ぼっち。うちの宮野はぼっちでした。それでは校長先生のお話に続き、生徒会長より一言挨拶があります。お前も肩幅。生徒諸君、これ緑川へ機動体制です。てんな、ドン。うわキャン。かわいい。肩幅が普通。